皆さんこんにちは、キリアのゲーム実況です。ドラゴンクエスト6幻の大地、こちらの続きをプレイしていきたいと思います。それではこちらのレイドック城からアモールの町へ向かいたいと思います。沈黙の羊たち、初めて見る敵ですね。こちらミレイユさんのマヌーサの方が、まあ、ほとんどよりも早かった。北西に向かってそこからん？この塔は違うよね。塔があるという話はどこかで出ていましたが、ここではない、アモールの町にまずは行く。この塔は多分違いますけど、一応行ってみましょうか。し、鍵がかかっているのか。鍵がないと中に入れそうもないわね。あれ、道がわからなくなった。西だったのかな？ちょっとこっちへ行ってみますか。先に。ここは、石書。入れない。レイドックから西ですね。北西って話を聞いたんだけど、西に行ってから北に行く感じの北西なのかな。何か、ま、地が下に見えましたが、ぐるって回っていく感じですね。そして縦札は、ここより南東、水清き町アモール。そうですね、ドラクエシリーズアモールの水というアイテムが、回復アイテムがあるので、それに関係するところなのでしょうか。この洞窟？これちょっとだけ。お？普通に人がいました。ごくごく、いや、喉が潤いましたよ。この年寄りに長旅は少しばかりきついようです。え、旅の目的？お恥ずかしいが、なくした夢を探しにとでも言っておきましょうか。しかし見ての通り、ここは何もない洞窟。あなた方にご用はないでしょう。おお、確かに何もない洞窟みたいだな。先を急ごうか。なくした夢を探しに行ったなんてロマンチックね。確かに。ではこの町へ。ここがおそらくアモールの町。水清き町アモールにようこそ。あなたたちもアモール川の水を汲みにいらしたの？いいえ、違います。この川の水を沸かして飲めば、大概の病気は治ってしまうのよ。それはいいですね。俺は病気とは縁がないからな。あ、そうなんだ。羨ましい。この町の人たちはみんな、きっと皆さん健康なんでしょうね。お、アモールの水売ってますね。まあ、特に必要はなさそうですが。こっちは武器屋と防具屋ですね。鋼の剣が売っている。おお、これハッサンに欲しい攻撃力12も上がる。ただお金が足りません。さあ、ここで宿屋へ行きましょうか。これが、ゴールド銀行と宿屋ですね。ラディアンちゃん。はい。とある女の子に恋をしてしまい、それっきり仕事が手につかなくなってしまったんです。それでどんな病気にも効くと評判のここの水を飲めばと思ったのですが、さすがに恋の病は治せないようですね。まあそうでしょう。せめてこの水清き町に泊まって美しい夢でも見るとしますよ。
声の病は治せないって本当なんだな。ま、俺には縁のない病気。恋の病を治せる薬があるとすれば、それは時間かしらね。あら、ちょっと真面目になりすぎたかしら。うふふ。ミレイユさんいいな、こういうの。そういう問題か。旅の宿にようこそと言いたいところですが、今日はもういっぱいなんです。すいませんね、また来てくださいよ。これはなんか、イベント関連でしょうか？こちらには民家があります。実はこの町の滝の水は、この町の北の洞窟の奥から湧き出てきているんじゃよ。ああ、さっき入った洞窟のことですね、おそらく。昔は洞窟の奥まで行けたが、20年ほど前の地震で塞がってしまったんじゃな。教会のジーナばあちゃん、大丈夫かしらね。最近寝るたびにうなされるって。ここは酒場ですかね。あれ違う。旦那の趣味でホームバーを作ってね。こんな顔してるのよ。こんな格好させられちゃ嫌だな。旦那の趣味で。いい趣味なのか悪い趣味なのか俺にはわからないぜ。うふ、うさちゃん、こんにちは。僕のママはうさぎさん。ね、かわいいでしょ。そう考えると、いいかもしれないですが。バニーガール。鏡の鍵持て、しからば月鏡の塔を開かん。これなんか重要そうな話ですね。でもハッサンは先のこと。水分とわかりやすい言い伝えね。でも答えは地震で土の中。そこのさっきの洞窟の中に鍵がある。ということなんですかね。ありましたね、洞窟。あの洞窟には昔鏡の鍵が眠っているという噂だったが、ああ、やはり。それでさっきのあそこの洞窟の中で鏡の鍵を手に入れて、先ほど見たあの塔に入っていくということなんでしょうかね。いつだったかの地震で洞窟の奥が塞がっちまったのさ。噂が本当だったかどうか、今更確かめようもないな。もう随分昔のことだが、この町に男女の二人組の盗賊がやってきてな。町の北にある洞窟に宝を探しに行ったが、戻った時は一人だった。一体何があったのか。ともかく、戻ってきた方の一人はその後、この町にひっそりと住み着いてな。それが今、教会で下働きをしているジーナワーさんだよ。へえ、そうなんだ。さあ、そして最後、こちらの教会で町は、一周してきた感じです。二階建ての教会ですね。お、ここで泊まらせてくれる。下にいるジーナバーさんに頼んでみなさい。きっと何とかしてくれますぞ。では、ジーナバーさんのところへ行ってみましょう。なんじゃいお前さんたちは。わしはここのところ嫌な夢ばかり見ててイライラしてるんだよ。用がないのならさっさと出て行っておくれ。何、神父さんから泊まっていくように言われた。まったく神父さんも。ああ、わかったよ。泊めてあげるよ。さっさとお休み。なんだか、ぶっきらぼうなおばあさんですが。あれ、あんたらそこで寝てただかね。はて、いつの間に。
まあ、うちの神父さんは人がいいから、いろんな人がやってくるだよ。は、ばあさん？いや、この教会には、そんな人はおらんがね。ん？ばあさんはいないって？こいつ何言ってんだ？ジーナばあさんのこと知らないのか？ここは、これ、また上の世界に戻ってきたとか、そんな、話ですか？おや、旅の方たち、昨夜は我が教会にお泊まりでしたかな？では、今朝のお勤めをいたしましょう。これは普通の教会。お？キャー、何あれ？何これ、血。何も喋ってくれない。キャー、何これ、まさか血じゃないわよね。でも何なの？血、見える。血、いや、そんなはずはないぜ。この水は確か上流の洞窟から流れてきていたはず。ここで洞窟に行けば。これはどうしたことじゃ。せっかくのアモールの川の清き流れが。まさかこれはあの二人のせいでは。聞いてくだされ。先日、イリアとジーナという若い二人がこの町に来たんじゃ。なんでも、この町のすぐ北の洞窟にすごい宝物が眠っていると言ってな。それで二人して洞窟に出かけていったようじゃが、まさかそのせいで。だったらあの二人絶対に許さぬぞ。ジーナばあさんですよね。ジーナばあさんが昔、洞窟に行った。って言ってましたけど、その時のタイムスリップしてきた。ジーナだって、やっぱりジーナばあさんはここにいたのか。いや、若いって言ってたな。ってことは別人か。若いジーナさんとさっき私たちの会ったジーナおばあちゃん。どういう関係なのか調べなくてはね。おう、神よ。何かあなたのお怒りに触れたのでしょうか。どうかお怒りを推し進めくださいまし。これ血だとしたらものすごい、量の血ですが。わあ、すごいや。滝まで真っ赤っかだよ。あ、この滝って確か北の洞窟から流れてきてるんだよ。へへ、僕って物知りでしょう。見てください、この川の色を。これはきっと世界が滅んでしまう前触れ。ああ、もうおしまいです。山の神が血の涙を流して苦しんでいなさる。これはきっと悪いことが起きる兆しだ。ああ、どうしたら。ああ、よかった。井戸の水は大丈夫みたい。ご飯を作ったりとかはなんとかなりそうよ。ああ、それは不幸中の幸い。今はご飯とかそんな場合じゃないだろう。いや、ご飯は大切でしょう。食べられなかったら。まあ、ある意味、こういう冷静な人がいて助かるのかもしれないわね。うん、その通りだと思います。イリアとジーナさんは、そう、2週間くらい前にこの町にやってきたんだ。なんでも、宝物を探してはあちらこちらを渡り歩いているらしいよ。うちの神さんも綺麗だけど、ジーナさんも美しいよな。もしかして、こちらの世界にいるのは若い時のジーナさんなの？なんかそんな感じですね。では、洞窟へ行ってみましょうか。これちょっと、あ、マップは、これ、やっぱり、上の世界ですよね。この右上の、この右上がレイドック城で、その下に、これ試練の塔ですもんね。その下にある。塔は、やっぱり上の世界に戻ってきてますね。あれ、おかしいな。最初町へ来た時と今と外の雰囲気が違う気がするぞ。ここアモールよね。でも明らかにおかしい。町の周りはこんな地形ではなかったはずよ。そうですよね。上の世界は、下の世界の過去
の話。いや、でもそれだと、全然噛み合わないですね。レイドック城が全然違っていたし。とりあえず進んでみましょうか。おっと。落ちない、落ちない。この剣についたちが、いくら洗っても落ちないよ。そこにいるのは誰？私はジーナ。すべては終わったのよ。この先には宝なんかない。あるのは、私の愛しい人、イリアの死体だけ。そうよ、私が彼を殺したの。この剣でね。だから、落ちない、落ちない。この剣についたちが、いくら洗っても落ちないよ。これ、うわ。この剣でイリアを殺してその血がずーっと川で流していても血が流れ続けてるってこと？おいおい、なんか怖いよこの女。こういうの苦手なんだよな。この人がジーナさん？やはりどことなく面影があるみたいね。うわぁ。そんな中ちょっと探索。宝箱。命の木の実を手に入れた。これはテリーのものです。では、こっちの奥へ行ってみますか。ここにイリアの死体と、あと月。鏡の鍵があるのかどうか。なかなか入り組んだ洞窟ですが、宝箱はたくさんある。おお、メタルスライム。これ、AI はどちらを攻撃するんだ？メタルスライム行ってくれるのか？うわ、行かない。まあ、これはしょうがないか。よし、逃げない逃げない。一人逃げたけど。これで2ポイント。よし。よしよしよし。あと1回ぐらい。うわ。よし、いけるいけるいける。あと1、あと1、あと1。よしよしよし。メタルスライム倒しました。ハッサンと、これはミレーユもレベルアップ。お、2位上がる。シャドの呪文を覚えました。今まで回復と補助ばかりだったんですが、ミレイユがシャドを覚えました。これは結構戦いの幅が広がりそうですね。これは、おお。あ、水の流れが上から下に向かっているから、その流れに沿って丸太が動くんですね。ではまずこっちに乗ってみますか。あ、上野に行けば宝箱は。宝箱と階段があったのか。ここだと、またなんかいろいろと入り組んだ場所です。あれ？ここさっき来たところ？あ、そうやって戻ってくるのか。なるほど。やばい、結構最初の方まで戻ってた。おっと、
何か戦っている。あれがイリアでしょうか。おお、なんか人がいる。なんか、お姿勢になるのか。ちょっと回復しておきますか。ミレイユがヒャドウを覚えたのはいいんですが、どんどんヒャドウを唱えてかなり攻撃的に戦っていたので MP が15しかない。さあ、恐ろしいぜ。お宝をいただこうとここへ来たら、あの男が倒れていたのさ。かなりの傷を負ってるところに魔物がまた襲ってきたんだ。あのままじゃやられちまうぜ。なんとかならないのかよ。この人は戦えない人なのか。よっしゃ、なんとかしてやろうぜ、キリア。怪我をしたまま戦ってるみたいね。なんとかしなくちゃ。なんと、傷を負った男が魔物に襲われている。代わりに戦いますか？はい。さあ、これは、ホラービースト。まず、ミレイユ、命大事にしますか？いや、違うな。これは、俺に任せろにしましょう。命大事にしてても、ヒャドウをどんどん使っちゃうんですよね。これで、ルカに、まず、ネタバレダンス。まず、ルカに2回。う。これ、味方に攻撃とかできないのかな？叩いて直すっていうのは。でも、混乱したのがハッサン。ミレイユでまだ良かったか。ハッサンだったらかなり怖かった。よし。よしよしよし。ありがとうよ。おかげで助かったよ。俺は早手のイリア。へへ、俺としたことがドジを踏んじまったぜ。そこの宝箱を開けた途端、中にいた魔物に取り憑かれちまったよ。気がついたら、ジーナに切りかかっていて、それでジーナが俺を。ジーナ。あのバカ、もしかしたら俺が死んだと思って、悪い、助けついでだと思って俺を上まで連れてってくれないか。まあ、連れて行きましょう。悪いな。仲間だけど、コマンドとかはない感じですかね。なんだか大怪我をしている割には軽いやつだな。ま、しょうがない。上まで一緒に連れて行ってやろうぜ。ジーナさんはイリアさんが死んだと思っているのね。早く会わせてあげましょう。よし。まずはこの宝箱。鍵じゃないんだ。鏡の鍵はここにないとすると。なんだい、空っぽかよ。まあ、ひとまず、ここはリレミトで。歩いて帰れと。おっさん、あんたら強いな。あんたらが来なかったら、イリアって旦那は確実にやられてたよ。そうでしょうな。では、これ戻りますか。さあ、戻ってきました。ジーナ。イリア。あんた生きてたんだね。あたし、てっきりあんたを殺してしまったと思って。おめえは相変わらずせっかちだな。この俺様がそう簡単にくたばるかってんだ。よかった。本当によかった。バカ野郎、泣くやつがあるか。だって本当に。まあいいや。それより、例のものはちゃんと取ってきたんだろうな。鏡の鍵ね。ほら、ここに。さすがはジーナだ。俺が死んだと思っても、ちゃんと取るものは取ってら。もしもの場合は、あんたの片目にしようと思ってさ。よせやい縁起でもね。さて、そろそろ行くかな。おっと、その前に。世話になったな。おかげで目的の鍵も手に入ったし、何かお礼をしなくちゃな。そうだ、これをあんたたちにあげるよ。キリアは早手のリングを手に入れた。じゃあな、縁があったらまた会おうぜ。さて、次はいよいよ月鏡の塔だぜ。塔の扉をその鍵で開けて、伝説のお宝、ラーの鏡が手に入るってわけだね。行くぜ、ジーナ。待ってよ、お前さん。
おお。おお。皮の色が元に戻った。しかしこれで鏡の鍵はジーナさんが持っているということになるんでしょうかね。ねえ聞いて、川の水が元に戻ったのよ。でも何だったのかしら。この色こそアモール川の清き流れですじゃ。え、エリアさんとジーナさんは鏡の鍵を手に入れた？そうだったんですか。では今頃二人は月鏡の塔へ向かっているところでしょう。あの塔にはラーの鏡というすごいお宝が眠っているって噂ですからな。え、月鏡の塔ですか？さあ、この辺りじゃ見たことも、どこにあるか聞いたこともないですな。じゃあこれで下の世界のあの塔に行けばいいわけでしょうかね。不思議じゃの、あなたたちは一体どこから来たんじゃろう。もし自分たちにもわからんというのなら、はじめにこの街にどうやって訪れたのか考えてみるのじゃな。これは教会でもう一度眠れば元に、元の世界に戻れる、というか幻の大地に戻れる、ということなんでしょうね。もしこの街に住み着く気なら、神父さんが教会の下働きをしてくれる人を探していたのに。ああ、そうやって繋がってる。微妙に繋がってる。眠る前のアモールでは、ジーナばあさんが教会の下働きをしていたな。キリア、そろそろ教会のジーナさんに会いに行かない？さあ、では教会へやってきました。ここで、ジーナばあさんがいないのか。ここでベッドで寝れば、元の世界に戻れるのでしょうか。はい。では、眠らせてもらいましょう。おー、おばあさんいた。いや、あんたたち、止めたと思ったらいなくなって、一体どこに行ってたのさ。あれ、今気がついたけど、あんたたち、わしの夢に出てきた人にそっくりだの。それに、昨日までのあの辛い夢は見なくなったし。けど、夢と違って、あの人は死に、わしはこの町に住み着いたのさ。あれを夢、さっきの出来事が夢の中の出来事だったのか。ジーナばあさんが見ていた夢が先ほどの昔の洞窟の中で起こった話で、そこにキリアたちが行って助けてあげた。でも現実は変わってない。それでもジーナさんはもうその悪夢を見なくなった。おや、ところであんたが持ってるそのリング、わしが若い頃になくしたリングによく似ているね。さて、誰にあげたんだっけか。嫌だよ、猛力はしたくないものだね。ほっほっほ。ごめんくださいよ、ここにジーナさんという。ジーナだね。誰だい、あんた。おー、しわくちゃでもよくわかる。やっぱりジーナだ。俺だ。イリアだよ、ジーナ。イリア、よ、あんた生きてたのかい。本当にイリアかい？王ともよ、この俺様がそう簡単にくたばるかってんだ。イリア。ジーナ。本当はこの町に寄る気はなかったんだが、おかしな夢を見てな。そうかい、あんたも夢を、ちょっと待っておくれよ。あんたたち、これが必要なんだろう。これが鏡の鍵さ。さあ、持っておいき。おお。私にはイリアが戻ってきてくれた。もう片身はいらないのさ。私を夢から救ってくれたのもきっとあなたたちだね。ありがとうよ。世話になったね。気をつけて行くんだよ。おお、これで。ばあさんがいるってことは、ここは最初のアモールなんだな。よくわからないが、鏡の鍵は手に入ったぜ。ラッキー。ジーナさん、私たちが夢の中に出てきたって言ったわね。私たちがジーナさんの夢の中に出てきた。もしかして、私たちがさっきまでいたのは、ジーナさんの夢の世界なの？なんかそうっぽいですね。その鍵を使えば、月鏡の塔に入れる。
もし伝説が本当なら、そこにはラーの鏡というすごいお宝があるはずさ。月鏡の塔へ行くには、そうそう、レイドック城から東北にぐるっと回って西の方だよ。もう少し若かったら俺たちが行きたいところだがな。俺たちの時代は終わった。今度はお前さんたちの番だ。気をつけて行きなよ。よし、行ってきましょう。ジーナさんとイリアさん、ハッピーエンドでよかったわね。このじいさんもシワクチャだけど、確かにイリアにそっくりだぜ。いやー、神父さんお世話になりました。先ほどジーナばあさんに旅のご老人が訪ねてきたが、古い知り合いか何かかのう。さあ、これで。まあ、夢だったんでしょうね、あれは。ほう、その道の連中にはすでに伝説化しているほどの人物。へぇー。疾風とか早手とか、なんだかかっこいい呼び名だよな。俺も一つ、怒涛のハッサン。怒涛の羊みたいな。そういえば、この早手のリングは素早さが上がるのか。素早さ 30?それなら回復要因のミレイにあげるか、それとももうブーメランで一気に攻撃できるキリアに装備しましょう。さあ、これで、次は、レイドック城の西にある鏡の塔ですね。月鏡の塔に行くことにしましょう。それでは、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。それでは、